Japan Emotion a fait peau neuve. Place à Yu-chan, Are-chan et Yuri-chan qui vont nous présenter les choses à savoir pour pouvoir profiter agréablement de votre séjour au Japon. Les Japonais adorent se balader en train. Pareil pour nos amis. Cette semaine, elles vont prendre un train local afin d'aller découvrir les cerisiers et autres paysages printaniers de la péninsule de Boso. という新しくリニューアルした番組っていうことで100の法則、日本で新しく暮らすための100の法則を探しに行こうっていう企画で。Tout cela n'est pas très clair? Mettons de l'ordre dans leurs explications un peu confuses. Yu-chan est japonaise. Are-chan est russe. Et Yuri-chan est italienne. Elles vont nous expliquer comment profiter au mieux de votre séjour au Japon.日本の春を探しに行こう。やお。しかし雨だよ。雨降ってますよね。めっちゃ雨降って、誰なの？雨女って誰なの？ちゃんじゃない。雨女。分かった、私。じゃあとりあえず切符を買っていきましょう。やばい。雨だよ。降ってるけど大丈夫なの？Pour découvrir des paysages printaniers, nos amis vont parcourir les lignes locales Isumi et Kominato. Ces dernières, qui traversent la péninsule de Boso, sont situées dans la préfecture de Chiba. Sans but bien précis, elles en profiteront pour nous présenter les astuces qui facilitent la vie au Japon. Leur voyage débute en gare d'Ohara, sur la ligne Isumi.今日も初めて来た、この駅。キップはどこで買ったらいいんやろ。多分キップはそっちんじゃない。これじゃない。あ、これか。何これ、これだよ。なんなんこれ。なんかキップ、なんかてかキップの買い方全然わからへんねんけど。どうしよう。ラーメンの同じんじゃない。そう、ラーメンみたいだよね。ラーメンみたいな感じやんな。何にする、何ラーメンがいい。アリちゃんがお金持ってるんだよ、うちの。せやで、せやで、せやで、うちが持ってんねんね。ちょっと待って、すいません。なんかキップの買い方ちょっと分かんなくて、教えてもらってもいいですか。どちらまで行かれますか。どこまで、どこまで行くの。終電、終電じゃないわ。最後の駅ってどこら辺になります。最後はこの千葉県の上総中の駅になります。Après avoir récupéré un forfait pour la journée, nos amis prennent le train pour Kazusa Nakano, le terminus. Mais où vont-elles bien vouloir descendre ? わあ、可愛い電車だよ。どうなんだろう、黄色い。可愛い。可愛い。ここなんかな。ここに乗るんやって。携帯を使ったらあかんってこと、ググったらダメ。ググったらあかんってこと。そう、ってことは、なんか知りたいんやったら誰かに聞くってこと。Une seule règle pour l'émission, ne pas se servir d'internet pour obtenir ces renseignements. ちょっと近寄った。すいません。どこに行かれるんですか。大滝。大滝？大滝がいい駅だって聞いてました。いいの持ってる。いいですか、開いて。人の地図が。どれどれ。ポンポンってなった。発車。ピンポン。見て。すごくお城があるよ、しかし。すごい。なんか楽しみがありそう。でもここに行くんです。これが一番なんかやっぱり栄えてる感じやんな。Voilà de l'information intéressante. Elles décident donc de descendre en gare d'Otaki comme leur voisine. これなんて花だったっけ。これ何の花か知ってますか？何の花？何の花？この花なんて言うの？本当？そうなんだ、すごい。多分誰かが見て何のお花ってなって、何の花、何のお花ってなったってことやんな。多分関西人の人が何のお花やろうって言ったのが始まりじゃない、きっと。何の花？何の花？
ぱり。え、なんかお互いさ、今日初めてだけど、うん、ちょっとなんかお互いのことを分かるために、うん、ちょっと紹介していこうかな。名前は前田優です。ゆうちゃんチャンコロピーとも呼ばれております。しかしですね、大人アイドルっていうあのアイドルグループをプレディアっていう名前です。うん、え、めっちゃ見たい。私アイドル超大好き。え、本当に？私もアイドルになりたくて。え、プレディア募集してるよ。ぜひ。私も行こうかな。大丈夫？大丈夫。下ネタ大丈夫？え、下ネタ話せるの？すごい嬉しい。それは嬉しい。嬉しいの？ほんまに。うちは関西、ロシア生まれで関西育ちなの。おー、そう、だから関西弁やねんか。ちょっとな、分かる？大丈夫？関西弁で分かるよ。ちゃんも関西人。あ、ほんま？うん。じゃあ関西弁使ってな。うん、分かれた。そう、で、YouTube もやってて、最近は。で、モデルもやってるんやけど、ま、東京に出てきて、これからいろいろタレントとして頑張っていこうかなっていう。もう私はちょっと日本になりたくて、もう小さい時から日本がすっごく大好きですよ。そうなんだ。小学校から。はい、きっかけは、うん、やっぱりアニメとか漫画からで、あの7歳の時は自分の本名がなんかもう嫌なで、ゆり子で呼んでくださいってみんな言ったら、はい、だからゆり子タイガって言うんですね。日本どれぐらいなの？今6年です。La balade en train de nos amis est loin d'être terminée. Hello everyone, this is Cat Cat. Sakura desu. Haru desu. Sakura mochi ga dabata.ありがとうございます。和菓子屋さんに桜餅が並んでるところを見るとやっぱりスプリングだなって感じます。ということで今回は日本人と外国人に春をいつ感じるのかなと聞きたいと思います。きっと日本と海外でいろんな違いがあるはずです。まずはレッツアッシュプリーズ。Avec Cathy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais. Let's ask Japanese. Let's ask Japanese. あ、コートがいらなくなった時。あ、定期券が切れる時。定期券？確かに。電車の通学定期が切れる時は新学期。だいたい3月で終わるように買ってるので、4月からはまた新しい学年で新しい定期を買うので春が来た感じ。この感じ、財布はそろそろ切れちゃう。春来たなそんな感じ。自動販売機のホットが少なくなってきた時、思った瞬間はどう思うんですか？あ、ホットがない、春だな今ちょうどコード脱いだんじゃないですか？春になっちゃったんですか？春が来ました。春だ。雪解けした時ぐらいです。もしかしてどこの雪があるところから来てるんですか？そうです、北海道から来て。おお、なんか喜んだり祭りやったりとかあるんですか？なんかよくジンギスカンやってるイメージはあります春が来たら食べようって感じ。そうです、美味しい春ですね。アパレルの仕事してるので、まあ春服を売り始めるタイミングですかね。お、春服自体はもっと早く2月ぐらいから売り始めるんですけど、それを着てこうやっぱりショップ店員として働くようになったらもう春かなみたいな。パフェが食べれることですかね。おー、何パフェですか？いちご。なんか、あ、いちご着てらっしゃいますね。いちごです、今日はいちごです。いちごパフェ好きなんでそれが楽しみですねまあスカートが見れる確かになんか寒くてスカートそんなに見なかったんですね、今までは。 あれですね、あのアウターを脱ぐからボディラインが見える重要ですね。春来たなって感じ。じゃあ春になったら女の子がちょっと魅力的に見えますか？うん、そうですね、はい、だいぶボディライン大事なんで男からしたら。おー、はい、コーディネートとか考えてあげたくなっちゃうじゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。うんうん、なるほど、アイスイアイスイ、春になると女の子がとっても魅力的、納得です。春になると服の色も明るくなるし、夏になると露出が増えたり、
秋は落ち着いたコラーになったり、冬はモコモコが増えたり。だから日本のファッションがユニークかもしれませんね。 Interesting。 私も日本に住んでいると日本の季節に合わせたロリータ柄を着てるようにしてます。ということで後半は外国人に春について聞いてみたいと思います。 Don't miss it! Stay tuned! Pour pouvoir découvrir des paysages printaniers purement japonais, nos amis ont décidé de descendre en gare d'Otaki. Otaki やから。どれ？ちょっと、こっち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 。Otaki？ あ、次やで。あ、次？次？次やで。まもなく終点、Otaki に到着いたします。次にね、降りるよ。ちゃんと聞いてや。これ、ちゃんとあれなんやな。Otaki やで。Yuri-chan a fait une découverte. Mais qu'est-ce que c'est?チーズ。あ、大好きな忍者がいるで。大好きな忍者よ。本当だ。ほら、忍者いる。忍者。ちょっと真似してみて、真似してみて、忍者の。ちょっとやってみて。なんかすごい顔つきが。顔つきが。熱いな。見て。本当だ。ワンコ目も。ああ。アニメ好きな人がここに絶対来る。どこから撮ってるんやろ。だって大滝ってさ、何のアニメ出たっけ。ググったらあかんねんで。ググったらダメだよ。聞いたらいいんだよ。L'anime Action Heroine Cheerfruits raconte les efforts menés par des jeunes filles pour que la bourgade de Hinano, située dans la préfecture de Manyo, toutes deux imaginaires, reprenne vie. La bourgade d'Otaki est devenue le symbole de cet anime et est visitée par de nombreux fans. Ah, ロシア語。本当だ。何書いてんの？わかんねえ。キエフからハローってキエフ、キエフっていう場所、あ、モスクワからも、モスクワすごい、ハロー、そう、開けるかな、すみません、ちょっと下に来た方がいいかも。しかしですね、しかしこれ書きたいんですけど300円だ。あ、3枚出してくれたから300円。ママ、まあ、お母ちゃん、ママお願い、300円だ。母ちゃん、母ちゃん、やった。Nos amis, elles aussi, décident de laisser un message. Dekita? Atachi wa dekita yo. Nani kaitan? Russia jin, Osaka sodachi, nande ya ne? Kote kote no Kansai ben ya. Atachi kore, chajan. Itaya kara chao, ima kara terebi roke yo. Sugoi.上手じゃない？いや、全然。え、何これ？ユーリプタイガー、え、なんか電話番号書いてんの？なんか電話番号書いてねえの。ツイッター ID。 あ、ツイッター、ツイッター ID。 ここでツイッター。魔法かけるらしい。 Mais que trouve-t-on de beau dans les environs de la gare d'Otaki？ 何？チュニミョ、チュチュ、いや、行こう。お尻行こう。お尻行こう。べちょ。え、うそつだ、これ。振って、あ、手振ってくれないや。わあ、手振ってくれるんや。嬉しいね。すごいね。こんな近くで電車見れるんだよ。まっすぐだからこっちじゃない？こっちやで。ちゃんちゃん。あ、すごい、なんか高校に着いちゃったけ、これ。高校？わあ、すごい。本物のここだ。あ、お城あった。すごい。どれどれ。あ、本物。お城あった。あ、本当。Il faut traverser le lycée pour pouvoir atteindre le château. Tsuita! Oshiro! 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 Wait, wait, wait. I thought it was a little bit smaller. Ah, Sakura, it's a little bit here. 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 It's a little bit here.テレビの撮影結構奥まで行っちゃった。私は変だから行った方がいい。私は変だ。ちょっと待って、どういうこと？ C'est la sérieuse Are-chan qui se charge des négociations. Comment va-t-elle s'en sortir? 10 minutes plus tard. どうだった？あー、どれ？
エトネが好きじゃない。あかんかった。あーポリポリ。ポリポリちゃう。ポリポリ。ポリでも外は撮っていいっていうことやから。外回って、うん、外見てみよう。めっちゃテンション下がってるやん。だってさ、オッケーが出るんじゃないかな。可愛い外国人が入ったなのに。なあ。さあ、やっぱここが一番多分綺麗に撮れるとこやから。Pour se remettre de leurs émotions, une photo souvenir avec le château en arrière-plan s'impose. お願いあるんですけど、あの一枚の写真撮ってくれますか？すいません。向こうまで見ちゃうんですけど。すいません。来てくれるんや。優しい。お願いします。お城を入れて。お城入れてほしいです。城みたいね。はい、行きます。チーズ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ですな。めっちゃ可愛い写真やん。ありがとうございます。ありがとうございました。で、さくら咲いてたらもう、優しかった。もうめっちゃ綺麗やねんで。本当だね。フォトシップで。Spring has come. 春を感じる瞬間でワクワクしますね。テンション上がるわ。欧米で春といえばイースター。日本ではあんまり馴染みないですけど、卵を使っていろいろ遊んだり、いっぱいおいしいもの食べたり、春のクリスマスみたいな感じです。 YouTube にもたくさんイースターの動画ありますよ。さて後半は外国人に春を感じた瞬間について聞いてみたいと思います。 Let's ask foreigners in Japan. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. It never ends, it's always hot. Oh, there's no spring? No, it's always, always hot. What month is generally spring in Australia? I don't even pay attention really. November's summer, I'm pretty sure, so... It'd be like October. September, October. September, October, November. Yeah. I think. You think? I think. Yeah. I think. March. 21st. March, right? Yeah. That's our special holiday. So yeah. March 21st, what kind of holiday is it? Navruz. It's a new Navruz. It's called Navruz, but we say it's sort of a new year. Yeah, people welcome spring at that time, so yeah. Like a spring celebration day off. Exactly. We cook very delicious food. We cook sumalak, which is very delicious, which I'm really missing. Yeah, and it's a sweet thing. It's like a dessert, I would say, in a way. And you're both living in Japan now. Yes. In Idaho, there isn't really spring. Oh. It's just really cold and then suddenly very hot. So, like you skipped the spring. Just pollen. There's not really spring. So when you say the temperature's like really low and then they go really high, what's low and what's high? Like negative 10 Fahrenheit with wind chill is pretty common. And then in the summer it can get like into the 90s or 100s sometimes. What you're saying is like first you need like loads of layers and then as a t-shirt? Yeah, definitely. Kind of. Spring is maybe like a week where you're just getting rid of your layers. It's nice. Right. How is that in Mexico? There is no spring in Mexico. just hot. Go to the beach, drink a bunch of Coronas and be done. And when it stops raining, because like in Belgium it kind of rains a lot. So in spring it does not rain. Or it's less? Really less. Yeah. It's like, oh, it stopped raining, must be spring. Yeah, that's it. And sometimes it's like, yeah, no, that's a trap. Looks good, but you get out and start raining, so yeah. Like usually springs come a bit at the same time as Easter, so we celebrate Easter, but not really spring in itself. Yes, it's Easter who celebrates, yes. Like for Easter, we got 2 weeks holidays. So oh. That was what I was looking for when I was a kid. Like, yeah, the spring we get holidays. Like school, so yeah. Hey. Yeah, thank you very much. Thank you. Australia は春がない。インタビューした二人も何月か分からなかったみたいですね。私がドイツ人なので、ドイツは春になるとオクトーバーフェスの春晩があるんですよ。ビール飲んだりソーセージ食べたりとっても楽しいフェスになってますよ。でもやっぱり春といえば日本ですね。毎年桜の季節になるととてもワクワクしています。あなたはどうですか？春を感じてる瞬間はいつなんでしょう？次回も日本人と外国人にいろいろ面白いことアスクしたいと思います。 See you next time! Bye!
Pour leur découverte en train local de la péninsule de Boso, nos amis sont descendus à Otaki et ont plus ou moins réussi à profiter du château. Maintenant, direction le centre-ville. やっぱりかわいい。ここ撮影スポットになります。これがかわいいんだ。はい、ありがとう。かわいい。コスプレスポットだって。コスプレスポット。コスプレスポット。Otaki est surnommé le petit Edo de Boso. Nos amis y cherchent maintenant un endroit où se restaurer. Yōkoso te kaiten de. Kore o soba ya san da yo. Nanka kaiteru. Makoto ni katte nagara. Katte sugiru. Ah, yasumi da. Yasumi ka yo. Ah, kabiru. Elle commence à mourir de faim. Il paraît que ce restaurant à la côte à Otaki. なんか顔が全然嬉しそうじゃないけど、どうしよう。何？いけた！イエーイ！やったー！やったー！やったー！ Voilà une information bonne à savoir. Dans le prochain épisode, nos amis poursuivront leur balade printanière en train et partiront à la recherche d'un cerisier très réputé dans la région.